4月1日、一組の夫婦がやってきました。弟子入り志願の夫と付き添いの妻。すると社長はいきなり、金はあんのかよ、金は独立する金はあんのかよ。ないです。ないの？はい、ありません。奥さん担保できんのかよ。はい、あ、できんの？奥さん担保に大丈夫なの？奥さん従業員で使っちゃうよ、失敗したら。どうだよ、私の従業員で働くのかよ。はい、働くの？はい、どうしよう。じゃあこれ約束してくれよ。大したら奥さん、私の従業員で働くからな。わかりました。あったな、大変だぞ。勝つ軍団作るからな、俺はな。負けるやつは今考えるよ。はい、それを覚悟してこいよ。はい、下がれ下がれ。奥さんを担保にしても吉村へ